上川外務大臣は日本と太平洋の島し国、地域による太平洋島サミットの閣僚会合に出席し覇権主義的な動きを強める中国を念頭に海洋安全保障などで連携強化を確認しました。 一貫ししたた協力を不断に強化しててままいりりと考えております上川大臣は、太平洋地域への影響力を強める中国を念頭に、ルールに基づく国際秩序の維持・強化がかつてなく重要と指摘し、一方的な現状変更の試みに強く反対することを確認しました。また上川大臣は 福島第一原発の処理水の海洋放出について安全性を説明し中国などが日本産水産物の禁輸を続ける中改めて理解を求めました。